魔女の宅急便、私はもうめっちゃ好きよ。その時にしかないもんな。風の谷のナウシカ、ラピュータ。これジブリ好きはさ、欲しいお宝物よ。待って、これやばい。え、待って、ダンシングシスターあるんだけど、めっちゃ難しくない？これのさ、気になるお店を見つけたんで、シネマコレクターズショップ、映画の冒険で、もうなんか映画専門店なんかな。でもなんか外にも結構レコードとかがあって、めっちゃ懐かしくね。サウンドオブミュージックよ。待って待って、これやばい。え、待って、ダンシングシスターあるんだけど、めっちゃ懐かしくない？これのさ、アバもある。やばい。いや、これもある。ちょっと待って、やばい。懐かしいのばっかり。ちょっと待って、欲しい。普通に欲しい。めっちゃいっぱいある。ちょっと待って、これもよくね？ロッキー。やば。早速、中に入ってみます。ロッキーですね。ってパンフレットなんかな。すごい丁寧に見てねって。貴重な広島ばかりなのでって書いてあるけど、本当に貴重だと思う。その時だけしか売ってない。そうね。魔女の宅急便、私はもうめっちゃ好きよ。これトンボとキキの物語、ジジと。こんなんやっぱその時にしかないもんな。これはもう貴重やわ。あとは風の谷のナウシカ、パフレット、すげー、すごい。あとはナウシカもいっぱいあるし、ラピュータ、すごくね。これジブリ好きはさ、欲しいお宝物よ。私もジブリ好きやけどさ、今初めて見たわ。ここに小坂から。なんか有名なのかな。あ、隣のトトロー、すげー。やば、特別バージョンもあるし、しかもトトロ、ホタルの墓、ここはジブリね。セーラームーン、ドラゴンボールとかね、ワンピース、名探偵コナン、やっぱ過去のものが本当にいっぱいあるっていうことで、とか、学校給食、これは何？すげえ。量がさ、すごくない？半端ないんだけど。
シリーズもあるよ。ガンダム、ガンダム。すごい、ゴジラ。ゴジラもある。ゴジラもあるし。すごい。はい。すごい。井上陽水とかからもこれね。え、広すぎてさ、生きれんならみたいな。こちらのお店なんですが、岡山映画文化を支え続ける映画好きのためのお店、平成8年創業ということで、店内はパンフレット、書籍、ポスター、フィギュア、レコードが並んでるということなんですよね。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。で、25年ぐらいやってるんですね。10月、今でこそこう古着屋さんとかあるけど、25年前は何にもなくて、でも基本的に岡山っていう土地は、岡山って結構映画のロケが多くて、はい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 、そうですよね。結構有名な人来てますもんね。それはなぜかというと、まあ映画っていうのは1日雨で入園したらスタッフ、キャスト代がドーンと飛んでっちゃう。絶対にもう晴れっていうのが基本なんですよ。オールジャンルでやってるから、はい、オールジャンル、オールジャンル、オールアイテム。だから映画って全ての要素がある。意味もあるし、サブカルチャーも含めてね。はい。おお、待って、男はつまみのシリーズある。お父さんじゃん、すげー。やばー、買っちゃいました。これはお疲れ様でした。いや、私もねレコードを買いました、シングルのね。珍しい、こんなところでゲットできると思わなかったんで。いや、ぜひ、なんだろう、もうジャンルがオールジャンルすぎてあれなんですけど、気になる商品たくさんあると思うので、皆さんお宝を探しにね、ぜひ来ていただければと思います。キャバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。